じゃあ、アメリカ分析の黒幕、これはもう本当の陰謀です、はい、本当の陰謀の話です、はいはい、これ後で僕ツイートしてきますけど、うん、はい、めっちゃ面白い話です、はい、どういうことかというと、はい、3月24日のですね、うん、サンフランシスコクロニクルって、まあ、地元紙あるんですけど、うん、はい、ここの、そこのカリフォルニア大学の、うん、バークレー校の、はい、中にほら新人記者、大学生なんだけど、うん、まあ、新聞書く人いるじゃないですか、はい、中にインターネットで調査するのが得意な子がいて、はい、うん、その人がいろいろ調査したらその記事が面白いってことで、うん、なんと地元紙に採用された素晴らしい調査記事があるんですよ、うん、でどういうことかというと、これタイトルにあるのは、この記事のタイトルにあるのはこういうやつです、どういうことかというと、オンライン上でほら政治的なメッセージをつけたグッズって売られてるじゃないですか、うん、はい、で和田さんもこれは何度も買ったことがあると思うんですけど、例えばこの後ろのウクライナの国旗もそうですし、ですね、ウクライナが今回あれだと思った時にパッと動いて、はい、うん、ウクライナの T シャツも買いました、うん、はいはいはい、2種類買いました、買いましたよね、はい、でそういう T シャツとかほら政治的なポリティカル、あ、でももうちょっと皆さんもあの指摘されてる方、マガ帽とかあるじゃないですか、はい、ああいう政治的なメッセージをやるのって、うん、最近のここ、まあ、もうここ10年ぐらいですかね、うん、プリントオンディマンドポットというシステムがありましてですね、少数生産でいいからあなたの会社のロゴ作りますとかって昔からあるじゃないですか。なぜアメリカの政治系だとこういうかっこいいのが作れちゃうんですかね、はい、うん、アメリカのね、うん、トランプとかも、はいはいはい、マガボーメイクアメリカグレートアゲインとか、ね、はいはいはい、いやもう日本で T シャツでアベノミクスって書いてるのないじゃないですか。ないですね。ないし言われてみれば3本の矢とかね、ないですもんね。バイマイアベノミクスとかないじゃん。新しい資本主義とか。そう、欲しいと思っちゃ欲しいですね。岸田のミクスでも何でもいいんですけど、考えてみたらないですね。ないね。アメリカはやはり基本的に昔から作ってとか言われて、アメリカって昔からああいう政治的なメッセージのグッズって、はい、まあ、昔から産業化してるところがあって、はい、缶っていうかその、はい、なんですか、これバッジにしたりとか、うん、昔からあって、はい、それが結構昔からあのグッズになったものが、うん、結構その、お宝グッズとして結構その高い値段で取引されてるっていうような伝統あるじゃないですか、うん、ほらベースボールカードとかフットボールカードとかあるじゃないですか、はいはい、まあ、ああいうグッズ的なところで、うん、一つ産業があるっていうのはあるんですよね。確かに僕は前、うん、アメリカ行って買ってきたのがオバマのミントで、はい、Yes we can というふうに書いてある、キャンディー、イエスウィーキャンディーとかね。なので、そういうのはありましたね、政治が結構そういう意味でエンターテインメント化してるっていう一面は日本の、うん、まあ、アメリカにはやっぱすごくあるということなんですよ、はい、うん、今回ちょっと話題にしたいのはですね、うん、まあ、彼がその調査記事で分かったのはこういうことです、うん、皆さんこれ本番組でもちょっとだけ一回取り上げたことがあるんですけど、うん、カナダ、はい、カナダはこれオタワ周辺ですね、うん、はい、トロントでも、アメリカのトラッカーたちがですね、うん、まあ、カナダでその国境入ってストライキをやった時にですね、はい、まあ、カナダのトラッカーがわーっと来て、うん、まあ、アメリカの保守側が相当入ってきてたんですけど、うん、はい、それによってですねこういう、T シャツがやっぱ売られました、うん、はい、例えばですね、こう皆さん右側に見えてるトラックいうトルードと、トルードもリベラルなトルードなんだけど、あいつすごい規制してると、うん、コロナ対策厳格にやりすぎて俺たちの自由を奪ってると、うん、いうことをやっぱ言って、これかっこいいね、まあ、トラックいうトルードかっこいいね。これはまあ、分かる人は分かります、うん、TR を F に変えたら、うん、まあ、そういう意味じゃないですか、はいはいはい、なんですけどトラック野郎が、うん、トルードに対して反旗を翻してるぜっていうところを、まあ、強調するようなことを、これグッズとしてすぐ出す、はい、で左の方はこのまさにフリーダムコンボイというまさにカナダのところ、2022年、はい、Don't mess with truckers と、はい、トラッカーたちに手を出すなという、うん、まあ、メッセージをやったものが、はい、これトラック詐欺が起こった時に、はい、うわーっと盛り上がったんですね、うん、でこれを問題はこういう政治的なメッセージのグッズを売る人たちが何をしてたかってことなんです、うん、売るために煽ってると。サンフランシスコクロニクルによるとですね、うん、調査記事して、うん、である、コンボイフリーダム202122っていうグループを、うん、があったんですよ、うん、でそこのフェイスブックのグループ、うん、なんと1万5000人以上のフォロワーが一時的にいたそうです、うん、はい、でその人にちょっとすいませんあなた何やってる人なんですかってメッセージを調査したらですね、うん、はい、なんとやってるのはバングラディッシュ人だいうことに気がついた、うん、何をやってるかというとこのバングラデシュ人、はい、実はですね名前が、うん、アハメドさんという、はい、
はい、サイード・アハメドさん、うん、21歳です。バリバリのあっちの人ですね。バングラデシュの人でございます。はい、はい、で何したかというと、はい、イスラム系っぽい名前ですね。もう思いっきり、はい、でアーメドさん、もう天才ですよ、うん、彼はまずこのトラックの、まあ、英語読めるんで当然、うん、あの英語教育なんで、で向こうで気がついて、うん、あたカナダでこういうことが起こってる、うん、じゃあ、うん、こうまずグループ作ろうって、うん、やっぱり作るんですよ、はい、でそこに、うん、リベラル派を攻撃するようなニュースをバンバン入れる、うん、はい、みんな集まってくる、検索で引っかかるから、はい、うん、でみんな集まって、ああそうだ、もうリベラルのやつら許せねえ、ギャーっとことになった時に、うん、最後に彼らが何したかというと、うん、あこちらにこういうグッズありますと、うん、グッズをやたらとこう宣伝のところに行って、でも集まった人たちはやっぱ共感したいから、もちろんもちろん T シャツを買おうと、 T シャツを買おうと、みんなで着ようということで、はい、なんとこれ判明したのはですね、うん、サイド あのアハメドさんのような発展途上国のノベリティ屋さんがアメリカとかカナダの政治分断を煽ってグッズを売ることを主目的としてたということが判明した。なるほど。つまりグッズを売るためにアメリカの政治的分断を煽るという作業をしてたというどうでもいいもんね。そりゃそう、あのバングラディッシュ人にバングラディッシュにしてみたら、トランプだろうとなんだろうバイデンだろうとどうでもよくて、でもトランプがトランプを押せば押すほど儲かるんであれば、じゃあそっちでやってみようとってことでいうことでやってた。でもリベラルがどうだか関係ないですか、彼らにとって、はい、バンバンそういうメッセージニュース拾ってきて、うん、そこに燃料投下していくで、ボールキャップ、トートバッグ、うん、枕、うん、電話ケースなどを売り、うん、まあ、その利益をアメリカの企業と分け合うとかなんとかそういうことをまあやるんですけど、うん、基本的にバンバンそういう POD つまりプリントオンディマンドみたいなものをやって、うん、工場はほらバングラデシュとかにあるから、うん、そっちをうまく使ってですね、すぐに作ってあの輸出するとアメリカに対して。このアハメドさんは、はい、クリステル・マリーというアメリカ人になりすまして白人のねアメリカ人になりすまして、はい、Facebook の偽のプロフィールを作って、はい、そこでコンボイフリーダム2022をやったということらしいです。ここですね、はい、目的は T シャツを売ること、はい、売るマグカップを売ること、旗を売ること、スマホケース、はいはい、ノベルティですよ、はい、ノベルティ屋だということですね、はい、で彼の会社はなんと、うん、彼が売ってるトラン、なんですか、プラットフォームの会社、うん、2019年と2020年に数千の加盟サイトから年間1億ドル以上の売り上げを上げているということらしいです。はい、で彼は今回あの、うん、ほらトラックのもう騒動終わったじゃないですか、はい、うん、何が始まったかというとこちらですよ、はい、もうお分かりですね、もうお分かりです、はい、皆さんもう分かりです、ね、今度はこちらでございますよ、はい、はい、I stand with Ukraine、はい、書いてあったりとか、うん、パック・フーチンなんですけど、はい、これはあの P と F を逆にしてると、まあ、ちょっと逆にすれば分かりますよね、はいはい、どういうことが書かれてるのかということでございます、うん、これね僕はあの陰謀というか、うん、むしろこういう政治分断がしかも英語圏だから、うん、まあ、みんな分かるじゃないですか、はいはいはい、で英語が世界圏、世界なんていうんですかね、うん、世界言語であるがゆえに、うん、むしろその政治分断を利用して商売をしようとする人たちがいるという、うん、この現実に皆さんに気づいてほしかったということです、はい、うん、なので政治的分断って本当は、まあ、あまり、まあ、もちろんあの民主主義国家としては あって当然なんですけど、うん、そこに付け入れられるっていうところは我々忘れちゃいけないなというのを、はい、こういうふうにな活動してる人たちの存在を知るとですね、うん、まあ、ちょっとあの痛いですね、はいはい、なるほどね、はい、これで結構いろんなところで売ってたけども、この人たちはどん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 好きなだけやっちゃったっていうことですねということです。でちなみに和田さんも一回なんかあの、うん、この2月24日に、まあ、ウクライナ侵攻が始まった時には、うん、あウクライナと、なんかこうやんなきゃいけないってことでアマゾンかなんかで見たんですよね、うん、確かグッズを。あそうそう、あだから、でもその時に、うん、もうすでにこの後ろの旗とか、うん、あの注文してもすぐ来なかった、うん、おお、なるほど。で、T シャツは、今見れば見るほど、今どんどん増えてます。うん、あ、増えてるんですか、いろんな種類が増えてます。当時は2種類しかなくて、2種類とも僕買ったんだけど、その後、今いろんなデザインが出てて、はい、なかなか、いろいろ集められると思います。それはもう、マグカップとかもある。それはもうまさに、中国とかに、うん、多分、サイド・アハメド君がいるんですよ。はい、いっぱい。はい。二十歳ぐらいの、エンタープレナーが、はい。はい。ということでございます。そうですね。はい、クリステル・マリー、クリステル・マリーがクリステル・マリー白人のふりして売ってるやってる、はい、ということです ね、 ですね、これは面白かったですね、はいはい、ということで、はい、まあそういうふうにして商売もできる、皆さんもその陰謀論で稼ぐという手ももしかしたらあるかもしれませんが、は
あんまりおすすめしないですけど、はい、でもこれ発展途上国がやるっていう点では、わからんでもないなって、ほら英語もわかるしっていうことじゃないですか。政治思想もまあある程度わかったら、そういうのバンバン、あのフェイクニュースでもバンバン入れればいいってことだから、割り切ってやればまあ、やってる人はいるんだろうなっていうのはわかりますけど、なんかね、推奨はしないですけどね、僕は。そうですね、はい、ということでございます。陰謀論の方が絶対儲かりますよね、はい、間違いなく儲かりますよ、はい、まあ政治的分断を煽ってグッズを売ると、はい、まあ、大事ですね、はい、戦略が分かると、早く理解したいというためにですね、はい、戦略の改装という音声講座あるんですけど、これがなんと新しくなりました。新しい知見もね、入れてですね、新しい事例も入れて、ベーシックが、はい、もう入れてます。変わったということ、はい、でこれが分からないと戦略が分からないよというぐらいのもので、一番早く戦略を分かることができますというものですね。今回、映画を紹介して、その映画をもとに、戦略の階層が分かるっていう、はいはい、さらに 2.0 からもっと分かりやすくしてますね、はいはい、あとまあこれ個人的に使えるのでね、個人の自分の戦略を人生でどういうふうに見るかっていうこともできますんでね。あ、そうですね、学問の話を相当入れてます、はいはいはい、そうですね、はい、でまあ、戦争学というか戦略学、はい、そうですね、で後半に、そういうちょっと映画の話とかっていうところを入れて、ね、はい、分けてますから、そうですね、あの 2.0 の時はとにかく、戦略的な難しい話を抜いてやってたの で今回はちょっと難しい話も入れてるし、ね、はい、さらに分かりやすくするための映画から取ってきたね、そうですね、対比、ライバル同士の、ね、戦略の階層を出して、こんな形で差がついたよと。映画の方は今、はい、Amazon とかでね、はい、プライム入ってる人は無料で見れると思いますので、うん、今ならすごくいい作品になると。映画の方ですね、そうです、はい、マクドナルドの創業者のファウンダーっていう映画を元に、はい、戦略の階層を解説する部分も作ってます。僕もでも実際見てやっぱ勉強になりましたよね、はいはい、ぜひ、ご覧にいただく、まあ、この本音声聞いた後に見ていただくと、はい、ものすごい理解が、マクドナルドを作ったファウンダーっていう映画ですね、はい、創業者は実はマクドナルド兄弟っていう兄弟なんですけど、そうですね、はいはい、そいつからユダヤ人の、レイクロックが奪い取ったんですよねでどうやって奪い取ったかっていうところに、マクドナルド兄弟と、そのレイクロックの戦いが出てくるんですけど、2人が全く違う戦略 で、このハンバーガーやビジネスを考えてたというところで、見ていただけたら、はい、一気にね、そうですね、いろんなことが分かると、本当、はい、ポイントが分かると思いますので、うん、ぜひぜひ、はいはい、そうですね、こちらの戦略の改造 3.0 の特に後半をね、そうですね、はいはい、映画の話をしてます、ね、いや本当に戦略っていうのはえぐい話だなというのが分かりますね、はい、そうですね、そうですね、確かに